さっちゃん、かひさっちゃんは、日本の同様である。作詞、坂田拾夫、作曲、大中音。ひらがなで、さっちゃんはごき。1959年10月10日に開催された、NHK ラジオ、歌のおばさん放送開始10周年記念リサイタルにて、新曲として発表された。作曲者の大中が自ら坂田に作詞を依頼して、制作された。坂田が、 南大阪幼稚園で出会った一つ年上のサチコという少女が転園した時の思い出が元になっている。このことは該当人物に配慮したため長らく公表されず、質問された際は適当に誤魔化していた。大中が坂田にサッちゃんのモデルについて尋ねた時には、天皇寺動物園にいるチンパンジーの名前だと聞かされたという。かつて、 坂田一家と同じ団地住まいで交流があった阿川沢子は長年自分がモデルであると思い込んでいたが、後に週刊文春史上での対談でモデルは別人と直接伝えられ、がっかりしたという。作曲者本人によって、混声合唱曲及び女性合唱曲に編曲され、混声版は5つの子供の歌に収められている。歌詞は坂田が一字一句も直すところがないと、 自負するほどの出来栄えであり、外国語詞や CM ソングなどの改編の依頼はすべて断っている。